大正大学はこちらをご覧ください。ここでは表現学部表現文化学科放送映像表現コースの取り組みが紹介されています。このコースでは3年生のワークショップの授業で就職活動にも役立つ個人プロモーションビデオの制作を行っているんです。プロのミュージシャンのプロモーション映像と同じように音楽と映像を組み合わせてその人の世界観を表現するというものです。これは友達同士2人1組になってそれぞれ相手のビデオを作る形で行われます。制作にあたってはまず相手の特徴や特技をリサーチするところから始めます。他人から見た自分の PR ポイントを知る上でも役に立つというわけです。映像で表現されると言葉で言ってもらうのとはまた違った発見がありそうですよね。